おはようございます。ミスター M さん、速稼塾の久保です。メタボ47の久保でございますね。47歳になってメタボ本当にね戦っていかないといけないなと思うところでございますが、今日はあれですね、マイプロテインのゾロ目セールで 68% オフでサプリメントとか、それからね、あれが何ですかね、プロテインか、これが買えるということで、私もねマイプロテイン、まあこれアイスコーヒー入ってますけども、マイプロテインしっかりとね今日はね1万円ぐらいまた注文しようかと思います。今日はねサプリ、あのプロテインですね、プロテインを1キロ版を7、8袋ちょっと頼んでみたいかなと思いますね。それでもやっぱり1万円、7、8袋で1万円ですからね、本当にこれプロテインなのかなと思っちゃうぐらい安いわけなんですけども、どうしちゃったわけでしょうか。でね、夏のトレーニングなんですけど、ミスターエムさん、改めてねここでやっぱり時に応じて動機を思い出すことと、新しい動機を自分にね思い出させることって、意識づけることって大事だと思うんですよ。で、私の場合はもう一重に、見た目と健康のためですね、もっとねシャープな体でやっぱりこうグッとね体が締まると、顔も締まるとやっぱ若く見えるわけなんですよね。デブッとだらしなくなっちゃうと、これはねちょっと年寄りに見えちゃうということもありますんで、私47歳のこの体をね30代後半ぐらい、10歳ぐらいさば読めるぐらいに若返っていきたいなと、まあ無理でも40代前半ぐらいのね見た目になりたいんで、ちょっとお腹をギュッと引っ込めて、胸をバッとねバルクアップして、で腕っぷしも強くなりたいなっていうのがこの目的の一つですね。でもう一つはね、やっぱりこう戦える体を作りたいなと。戦うって言っても誰かと喧嘩するわけじゃないんですけども、やっぱりね体を鍛えることによってより自信を持ってですね、例えば私がすごく意識してるのが、このもう本当にちょっとファンタジーみたいな話に聞こえるかもしれませんけども、なんかね他の国が日本に攻め込んでくるんじゃないかなみたいなことをいつも想像するんですよ。その時に家族や周りの人を守るのは俺しかいないじゃないかって気持ちでね、で最後の一パンチまで自分の体を使って守るような意識で、その時にねちょっとでも強い自分でいたいなと。もちろんね相手が銃とかね、あのそういう凶器を持って来られたらかなわないんですけども、それでもね強くいたいというね、この男の本能は失いたくないなと。もともと私はこう戦闘意欲が強い方なんですよね。全てのものにこう戦いを挑んでしまうようなところがあるのを学習と理性でこう抑制して今に至るんですけども、今はね自分のその内部の弱さに対して戦っていこうかなっていう意識がものすごく強いんですよ。誰かに対して戦いを挑むっていうよりもね、ですからその分では人に害を及ぼすことはなくなったのかなと思うんですけども、まあ改めてね筋トレをする目的っていうのは自分の内側の弱さに向かって戦いを挑んでるっていう意識ですね。この2つです。見た目とか健康のためが1つで、もう1つは自分の内側の弱さをこう倒すために筋トレで戦ってるってことですかね。はい、こんなところで私のね主張は2つにまとめさせていただきました。ミスター M さんもねよろしかったらなんかね、筋トレをする目的とかね、どういうふうな気持ちでやっていきたいのかっていうのをこうたまにはねこう話し合うのも面白いかと思いますんで、よろしかったら今度返信動画かなんかでねいただければと思います。それではお忙しいところいつも動画を送っていただきましてありがとうございました。今日はプロテイン頼むぞ。では失礼します。